渋沢ダムは、長野県下高井郡山内町と下見の地群、境村との境、品野川水系中津川に建設されたダム。高さ20.7メートルの重力式、コンクリートダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の水力発電所、霧焼発電所へ送水し、最大2万キロワットの電力を発生する。群馬県、 のぞり湖に橋を発し、長野県を経て、新潟県へと流れる中津川の流域には、秘境、秋山号があることで知られている。中津川を流れる水を利用した水力発電所の建設が大正時代に行われており、戦後間もなく水利権を継承した東京電力によって再開発されることになった。中津川の水源はダムでせき止められ、広大な人造湖、 のぞり湖が誕生した。霧焼発電所並びに渋沢ダムの新設は、これと同時期に行われている。1953年に着工、1955年に完成した。渋沢ダムは、のぞり湖の下流に位置し、平常流れる水のほか、水不足の際には、のぞり湖の水が放流され、これを補給水として取り入れることもできる。水は発電所において、 最大2万キロワットの電力を発生した後、放水路を通じて、中津川第一発電所、高野三ダムへと送水されている。秋山号と呼ばれる地域の中で、霧明は最大に位置する集落である。河原を掘れば温泉が湧き出るという霧明温泉が有名である。秋山号は、古くから交通の便が悪く、それが、独自の文化を育んだものとされているが、 発電所の建設を前にして、工事を円滑に進めるべく、道路の整備がなされた。これにより大型車でも、容易に通行できるようになり、現在の国道405号は、観光道路として、霧明温泉まで自動車で訪れることができる。ただし、霧明けから渋沢ダムを経て、のぞり湖までは依然として、未整備のままである。また、豪雪により陶器は、通行止めに陥る。 東京電力は2006年12月20日及び2007年1月10日のプレスリリースで渋沢ダムにおける不正行為を明らかにした。1998年の通商産業省報告の中でダム水データが改ざんされていた事実である。渋沢ダムは洪水破棄としてゲートを一門設けている。洪水時にはこのゲートを開き押し寄せる。 大量の水を通過させることでダムの安全を図っている。しかしダム周辺は毎年3メートルもの積雪を観測する豪雪地帯である。陶器は着雪、低温によりゲートが操作不能な状態に陥ることがあり、春の融雪出水を前に氷雪の除去作業が行われている。1997年4月上旬の出水では例によって 洪水廃棄ゲートが開かず、水位が常時満水位を超えて、ダム天場から水が溢れ出た。もともと渋沢ダムは洪水廃棄ゲートから放流しきれないほどの洪水に襲われることを想定し、ダム全体を腰流させて放流することができるよう設計されている。水がダムの天場を越えて流れ出たこと自体は、安全上問題ないが、洪水時でもないのに常時満水位を超えたことは、 問題であると考え、当該日のダム水データを実際よりも低めに改ざんし、この事実を隠そうとした。切り分け発電所、ありがとうございます。